はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、骨髄移植をして、まあ、2年を過ぎたね、僕の体のことをね、まあ、久しぶりにね、お話ししたいと思います。体の話はね、久しぶりなんですけどもね、まあ、そもそもその移植のね、副作用っていうのを抑えるために飲んでいる免疫抑制剤っていうのがあるんですけども、その免疫抑制剤の副作用でつるとかね、しびれるというね、現象がね、起こってしまいます。で、ほんでね、そのつるのが襲ってきたことがね、まああるんですけど、まあ襲ってくるんですけども、しかもそれがね、この、まあ、寒くなってきた冬になるとね、やってくるんですよ。そのまあ過去にね、その骨髄移植をしたてのまだ入院中の頃とか、退院してからすぐのね、その真冬だったんですけども、その頃はそうでもなかったんですけども、ちょうどこのね、1年前ぐらいのね、まあ、この季節の寒い時期にも体のしびれっていうのにね、悩まされてました。ほんまにね、このね、寒くなってきた頃からっていうところでね、その、まあ、夜も眠られへんほどの、しびれとかね、つるっていうのがね、頻繁にね、始まってね、まあ、しまいにはほんまにね、その足がね、つりすぎて、この布団から向こう寝室なんですけどね、布団から抜け出して、まあ、ここのフローリングの上でね、転げ回るというほどにね、なりました。あれは辛かったですね。で、しかしですね、それはね、夜だけじゃないんですよ。寝てる間の夜だけじゃなかったんですよ。実はね、日中でも足がつってしまう時がね、まあ、頻繁にまでいかないんですけども、まあ、たまにあったんですよ。今ね、こうやっても動画を撮影している時でも、実はね、いきなりね、うーってこう足がね、つり出すこともありました。これも結構ね、辛かったんですよ。涼しい顔してね、動画撮ったんですけどもね、結構ね、っていうこういう風なね、いたたたたたたっていう時があったんです。で、まあその1年前という当時はですね、そのまだその新型ウイルスのね、自粛とかなかったので、運動不足の解消のためにもですね、その自転車でね、軽くね、バーッと出かけたりとかしてたんですけどもね。で、目的地に着いて、しばらく経ったら、足がね、こうじわじわとね、つり始めてしまって、しまいにはですね、そのベンチに座って動けなくなってしまうというね、なんとも情けない姿をね、あらわにしていました。でもね、今年はね、まだ釣ってないんですよ。まあ、今年はね、まあ、例年に比べてね、その秋が暖かかったので、まだね、釣ってないだけなのかもしれませんけど、まあ、今のところはね、朝までそうぐっすりね、眠れてますし、嬉しいです。まあ、ここのところね、その動画撮影中っていうのもですね、釣ってませんし、今年はね、回数は減りましたけども、その自転車で出かける時もね、到着後もね、まだ釣ってません。あ、でもまあ、1回だけその車でね、釣ったことがあったかな、車の中でね。病院に行った時に、その駐車場について動画を撮ろうかとセッティングした時にね、あれたたたたたっていう風に感じでね、軽く釣りましたね。こうね、その釣るという感覚というのは、寝てる時と起きてる時にもね、まあ、両方でね、その起こってしまったんですけども、その寝てる時はその無意識の時っていうのは、まあ、いきなりこう釣りがね、襲ってくるんですけども、起きてるその意識がある時っていうのは、前兆があるんですよね。皆さんもありません？ああ、なんかそろそろ釣りそうやな、あーもうじわじわ来てるで、これ痛みは嫌やからな、もうほんまにちょっと揉んどこかーって、こうマッサージしとこかーってね、こう揉み揉みするけど、ほら来たー、たた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 ってなると思うんですけどもね、皆さんないですかね。僕だけなんかな、わかんないですけどね、そんな感覚になるんですよ。でも今年はまだそれもやってこないんですよ。調子いいですよ。だからね、まあ今のところはなんですけども、これからね、その昨日の動画でもお話した通りなんですけども、まあ、ほんまにもっと寒くなってきて乾燥して、まあ、ただでさえこう過ごしにくくなってきますので、またあの頃のようなね、足の釣りがね、襲ってくるかも分かりません。こうなんとかね、まあ今現時点での釣りの原因をね、突き止めて、それを解消する手段としてね、まあ食事で何度か今のところ耐えてますけども、まあこのね、1年間ずっとそれでこう、気をつけよう気をつけようっていうふうに試行錯誤を繰り返して、結局食事でね、そのまあ頑張って耐えてるんですけども、まあその食事っていうのも、まあ薬と同じでね、体が慣れてきてしまうと、効果がなくなってきて、ある日突然釣りに起こされるかもしれません。まあ、しっかりとね、その時はね、またいろいろ調べ直して、しっかりとね、予防していきます。
まあ、そんな感じでね、今シーズンはまだ足がつってないよというお話でございました。まあ、皆さんもね、その寒くなってきたら足がつりやすくなってきますので注意していきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。